では再開していきます。わっほいぶっちーです。マリオストーリー実況プレイやっていきます。前回はロレンチュ親分に会いまして、レモンをあげたらピカピカストーンって、あ違うな、レモンをあげて秘密の合言葉聞いて、親分に会ってピカピカストーンをもらいましたと。合ってるよね、合ってるよね。まあいいや、とりあえずピカピカストーンをね探しに行くのですが、それもあるのですが、大丈夫だよね、アイテムも。まあ、大丈夫でしょう。レベルももうちょっとで上がるし。あれ？この辺にいなかったっけ？もう一個こっちか。あ、ピカピカストーンが反応してる。あとこの人、この人。で、あなたは中さんですね。私はバレッタと言います。手紙を運ぶ仕事をしています。ということで、旅人中さんに手紙を渡しちゃおう。俺に手紙、ロレンチさんから聞いたような名前だが、さあ誰だったっけな。ともかく配達ご苦労さん、よく俺だってわかったね。砂漠を旅するのは暑いからゆっくり休んでいきなよ。これやるよ。おお、星のかけら、ありがとう。で、ピカピカストーンが頭の上に出てきましたね。で、こう、反応する方に寄っていけばいいと。あ、あったあったあった。なんか、三つヤシの木があるところでなんかしろって言ってたよね。何するんだっけ？おー、ジャンプしたかった。何これ？逃げてももらうのバッジ。バトルで逃げ出しても倒した敵の分のスターポイントをゲットできる。あ、こんなバッジあったんだ。初めて知った。まあ、逃げる前に全部倒すけどね、普通。あ、ハニーシロップ。あ、アイテム減らしてきて正解だったね。こんなにアイテム落ちてるやん。うん。他にもなんかあった気がするんですけどね。めっちゃ反応してる。ああ！ちょっと全体攻撃がしやすい。カメキにしとこう。このもう一個上だっけな、この辺だった気がするけどな。あった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 、ここですね。いかにもの穴を発見。ピカピカストーンを使う。うわー、懐かしい。いやー、この無音の演出いいよね。本当に。いやー、来ましたよ、アラビン席。入っていこう。うおー、我が名は亀、砂漠のなり。やっと手に入れたこの宮殿に勝手に入り込む奴は誰だ。ごめん、無理。直ちに立ち去れ。さもなくばお前に災いが降りかかろうぞ。これ小ネタとして一回中入って外出ると昼になってるんだよね。まあ行こう、どんどん行こう。あ、間違えた間違えた。ここは懐かしいよ。あ、出た出た出た。で、こいつよ。サンボマミー。サンボマミーだよ。遺跡に住み着いたミイラのサンボだ。最大 HP4、攻撃力2。頭の時には注意。さらに、それに毒もあるんだと。体当たりされた時毒を受けると少しの間ダメージを受けるからね。とにかくさっさとやっつけちゃおう。ただ、今、いつも元気のバッジをつけているので毒にはなりません。で、毒は毎ターン1ダメージ食らうっていう厄介なものなんですが、
それがね、嫌だったから、私は先にいつも元気を買いました。はい、無事討伐。あー、サンデールが見えなくなってる。まじないの効果でコインが増えたぞ。そうそう、こんな感じでね、倒した後とかにもね、こういう恩恵が得られるんで、あのまじないマジでいいんですよ。前回、かけたやつですね。で、あったあったあった。あのバッジは絶対取っとかないと。よし、討伐。そしてこれ、トゲ用ガードのバッジをゲット。トゲがある敵にジャンプ攻撃してもダメージが受けなくなる。これはね、マジでいる。これはね、絶対あった方がいい。ただ、今ね、ぶっちゃけね、つけたいけど、正直、あれがない。BP がない。BP がないので、とりあえず今はいいかな。はい。いやー、カメキいいね。HP が4以下の敵であったらさ、地震アタックとカメキの守備ビンコーラでね、2ターン、1ターンでキルできるんですよ。これほんと楽だわ。地震アタックがシンプルに強い。よし、地石の鍵をゲットしたので外していこう。懐かしいわ、この感じ。スイッチがね。で、下の階層に砂が落ちていく。あー、砂が全部落ちきった。このさ、若干もっこりしてた部分がなくなってるっていうね。細かい変化。この亀の警告を無視してさらに入ってくるとは愚か者めが、我が手下の餌食となって砂漠のミイラになるがよいわ。とまあ散々襲ってるが、そんなもん無視してどんどん行くぜ。いいよ。こいつも地味に強かった覚えがある。メット。メットだ。見た目は可愛いよね。見た目は可愛い。最大 HP3、攻撃力2、防御力2あるんだよね。火の攻撃あんまり効かないみたいだよ。でもひっくり返しちゃえば防御力0になるんだ。ガンガンひっくり返しちゃえ。昔は存在感があったって聞いたけど、なんとなく影が薄いよね。そうなの？メットってそんなか、そんなに存在感あった？メットってそもそも存在感あるって言われてもピンとこないか。とりあえずクリオと一緒にひっくり返しつつ倒しちゃえば、ダメージを食らずに済みそうですね。ちょっと時間かかるけど。いい、オッケー。お！まじない！めっちゃ来るね、この人。攻撃力アップ。おー！一気に3も増えた。すごいよね、これ。だって無条件で発動するんだよ、これ。無条件でこんなに発動するのがさ、50コインでさ、ほぼずーっと続くから、これ。多分ね、期間とかなかった気がするんですよね。と、これこれ。で、パレッタに運んでもらって、ピンキーで爆破と。この仲間切り替えながら攻略していく感じ、本当に楽しい。この辺りからマリオストーリー一気に面白くなってくるからな。お、星のかけら落っこってる。ありがたい。で、下の階層に砂を落としたから遺跡の鍵がゲットできると。じゃあもっと下行こうか。下行っちゃ、あ、当たれ当たれ、あちくしょう。行け行け、うわドン。こいつ、強いぞ。こいつ強いぞ。こいつ、やりよるな。火の攻撃に強いから爆発当たらなかったのか、ダメージ食らわないのかな、そういう感じだよね、多分。よし、じゃあこっち行っちゃおう。
あー、ここはまだですね。こっちかな？あ、これさっき来たとこだ。あ、ここだ、ここだ。遺跡の鍵外して進んじゃおう。うわー、懐かしい、これ。あれ？これ、いかにもな、あれだけど。あー、出てきたー！閉じ込められたー！避けろ！避けて！あーい！全部倒しまーす。あ！マジか。仲間チェンジ。バサバサ。コウモリお化けのバサバサだ。羽をバサバサするからバサバサって言うんだよ。ほう。HP4、攻撃力2、防御力0。天井にいるときはジャンプ攻撃も届かないけど、地震を起こすと落ちてくるんだ。バレットなら天井の敵も攻撃できるけどね。落ちてきて飛んでるようになったら、ジャンプとかでも攻撃できるようになるよ。そうなんだよ。こいつがいるからね、ジャンプ届かないんですよ、こいつ。届かないんですよ。なので、地震ハンマーがね、かなり重要です。おい。で、降りてきたら、クリオ頭突きとかでも倒せるようになります。で、なんやかんや、あれだね、FP が、1しかない。結構まずいね。FP1 は結構まずいぞ。こいつら倒せばレベル上がりそうですね。じゃあ倒そう。で、あと1体いたよね。ほい。はい、オッケー。よし。レベルアップ。これはね、BP かな。BP 増やしちゃおう。お、鍵。よし。これで、BP を増やしたので、トゲオガードがつけられるようになりました。で、あとは、1か。ハンマーチャージ。いやだ、ハンマーチャージね、これ確か地震アタック、ハンマーチャージの影響受けなかった気がするんで、コインモドルつけとけばいいか。とりあえず、余らしとくよりはいいでしょう。で、なんだっけ、このスイッチ。あー、押すとね、ガシャゴンと。逆向きになるが、まだこれは壊せません。じゃあ、先進んじゃおう。はい、遺跡の鍵ゲット。おお。お、割れる場所あるじゃん。あのメットな、爆発にも耐え上がるからな。はい、オープン。あー、あったー、また。仲間一人ランクアップか。これどうしよっかなー。どうしよっかなー。やっぱねー、あー、どうしよっかなー。クリオ強いんだけどなー。なんかね、やっぱ全体攻撃ができるっていうのがね、カメキなんだよね。カメキとピンキーなんだけど、ピンキーのね、スーパー爆発って、確かね、そう、FP6 も使うんですよ。なので、ちょっとね、今殴ったのはそういう意味じゃないよ。どうしてもね、6使うってなると厳しいので、カメキのレベル上げちゃいます。カメキがね、3で全体3、3で、FP3 で全体を攻撃できるようになればね、結構使いやすいので、割れるしはめっちゃ多い。あー、ここもまだだ。とりあえずちょっと戻ろう。もう一個上のところ行っちゃおう。いろいろ行く場所があるね。迷子になりそうだよ。こっちは？お！あ、ダメダメ。この部屋入っちゃ。じゃなくて、
直ちに出て行け、出て行かなければお前に恐ろしい呪いをかけてしまうぞ。はい、恐ろしい呪い、何それ、美味しいの？ということで、あの奥の宝箱取り行こうか。あれは欲しかったんですよ。まずここを押して、逆にして、で、ここ、これ別に押してもいいのか。そんなに難しくないよね、このパズル。うん。これで、こっち側来るやん。で、ここ押して、反対にして、で、あとこの真ん中に行けばいいんで、これで、あ、終わった。すげえ簡単だったよ、パズル。でね、確かね、この辺の、縁になんかなかったっけ？ほら、あるよね、あるよね。覚えてる、覚えてる。よく覚えてるな、俺。呪い呪いのバッジをゲット。走ることができなくなってマリオの移動が呪くなる。これ何のためにあるんだろうね、このバッジ。書いてあることがデメリットしかないっていうね。本当に何のためにあるんだろう、これ。すげえ遅い。まあ、なんか、ちょっと進みたいとかさ、走りたくないところで使えばいいのかなっていうようなバッチですね。で、来ますよ、オープン！来たー！スーパーハンマーを手に入れた。マリオのハンマーの攻撃力がアップ。さらにストーンブロックを壊せるようになったぞ。これが欲しかったよー。これー、なんか、木槌から、普通のトンカチというか、石の、なんだろう、普通のトンカチみたいな感じになった。木槌っぽいのから。これが強いんですよ。痛い痛い、敵、おお、地震ハンマーやで。これの、まだね、攻撃力が上がってはいるんですが、残念ながらね、地震ハンマー攻撃力は、上がらないです。はい、失敗した。地震ハンマーの攻撃力は残念ながら上がらないんですよ。よし。もう結構経験値もらえるな、まだ。早くこのハンマーの強さをね、教えてやりたい。引き返すのだ。今ならまだ間に合うぞ。おとなしく引き返さないと、ひどい目に遭わせるぞ。ほんとだぞ。誤解しても知らないぞ。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。大丈夫だって。問題ない、問題ない。え？これどうやって行くんだっけ？あ、間違えた。ハニーシロップ。あー、間違えた。ハニーシロップ間違えて飲んじゃった。このCスティックの反応が地味に悪いのがきつい。あ、届かない。お、なんかある。スイッチがあったらとりあえず押すよね。おー。お、無数に鍵ゲットできちゃったよ。あーだなー。ちょっと飛ばしまーす。えらい！戦ってでもいいんですけど。あ、で、これチーズね、これ。あー、えらい！よし、ちょっと倒しちゃいましたが、ここは、あ、そうだよね、そこだよね。で、これよ。スーパーハンマーになったので、ストーンブロックを壊せます。あー、なんかいる。おお、ワンワンだよ、ワンワン。ストーンワンワン。この部屋の宝物を守っているストーンワンワンだ。つまり、石のワンワンだよ。最大 HP4、攻撃力3、防御力1。噛みつき攻撃が強力だ。頭からガジガジ噛まれたらたまんない感じだよ。結構やばいよ、3って。早い。あ、やばい。まずい。剣はまずい。
危険はまずいね。ちょっと、これやばいな。これやばいな。これはやばいぞ。これはやばいぞ。一気にピンチになってしまった。クリオだとね、防御力があるからダメですね。防御力1だからいけるか。やばい！やっちゃった！やっちゃった！やっちゃった！アクションコマンドミスった。ゲームオーバーになっちゃった。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。